ありがとうございます。カルマ1号でございます。いいっすね。ちなみにカルマですね、カルマに住んでる近所のお兄さんお姉さんが変身してるかもしれません。カルマの中に人が入っています。それはあなたも知っている人かもしれないというのが、このカルマの特徴かもしれません。はい、じゃあ構成かな。はい、真っ赤なイチゴが悪を打つカルマン1号ジャキーンということでございます。はい、ありがとうございます。じゃあ行きましょう。続いてカルマン2号、これがニラのヒーローでございます。カルマン2号、肩から出たニラがちょいと生かすということでございます。はい、スピードタイプのカルマンです。はい、この方も知り合いのお兄さん、お姉さん、お姉さんかもしれませんよ。お姉さんではないですね。はい、市役所の9番窓口いるかもしれません。はい、言っちゃダメで、ごめんなさい。はい、じゃあ、はい、ポーズいきましょう。ニラの刃が闇を切る、カルマン2号、ジャキー、はーい、はい、いいですね。はい、カルマンってね、一番最初は3人でデビューしたんです。まだね、4番目と5番目の仮面は見つかっていませんでした。さあ、その3番目のいっぺんに見つかった仮面のもう一個紹介しましょう。カルマン3号です。はい、どうぞカルマン3号、よーし。はい、カルマといえばカルマ土。この仮面ね、どこが土だかよくわかりませんけど、ベルトに土って書いてありますというわけで土と言い張ります。はい、カルマン3号でございます。いいですね。ちょっと他メンバー来るからもうちょっとこっち来ようか、カルマ。うん、他メンバー来るからもうちょっと。今5人いるからね。また紹介しますから、ちょっと待ってください。それではですね、4番目がですね、サツキのキャラのヒーローでございます。サツキのキャラなんですけど、カルマはね、死の花もそうですね、サツキになってますね。サツキの、あ、なんか違うの出てきたよ。何あれ、あれ、モノヤマのガッカライワの化け物じゃないか。はい、皆さん、テレンコ軍団が扱っている怪人が現れてしまいました。モノヤマのガッカライワから、化けてきたガッカーという怪人でございます。さあ、お待ちかね、音楽ないところでどこまで盛り上がっているかわかりませんが、はい、じゃあアクションショーのスタートでございます。カルマ、やっつけて、とりあえず。はい、頑張って、3号行こう、3号、パワーあるから3号行こう。よーし、3号ゴッカーへ、いけ。弱いなおい、弱いなおい。3号、じゃあ2号と1号で、よし、頑張って。はい、パワー比べか、パワー比べか、よいしょ。さあ、パワー出せ、パワー出せ。カルマ、朝飯食ってきた、頑張れ、頑張れ、頑張れ。3号が寝たままだ、ダメだ。3号、お、危ない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 。ガンガラがなかなかすごいな。ちなみに足かせには人生って書いてあるみたいですよ、文字的には。わかりませんが、起こして、起こしてあげて。3号やばいのか、随分やばいな。じゃあ、わかった。引きつけて、引きつけて、そう、引きつけて、引きつけて、引きつけて、そうそうそう、引きつけて、よし、押さえろ、押さえて、ああ、弾かれた。さあ、音楽台でどこまで頑張れるか、見事でございます。よけた、危ない。よし、じゃあカルマ、一人ずつかかっていこう。一人ずつ、危ない。もう強い、4号強い、引いたした、うまい。あ、怒った、5号危ない。よし、じゃあね、カルマ、音がかかりそうだった、今。ガンダラがね、すごい凶暴だから。ガンダラ、お前、俺は悪くない。ガンダラはね、おととし痛風になったんで、いや、俺悪くない。ガンダラの目真っ二つ出るよ。意外と視界が悪いんだ。足かせも外れるし。危ない。よし、じゃあカルマン、目を真っ二つ出よう。その間に、研究員、バズーカをセットして、よろしくお願いします。よし、カルマン、行くぞ。作戦ナンバーファイブ、ゴー。さあ、ガンダラの目が回ってきた。そもそもいいだろう、かなり回りました。さあ、今晩プリキュアかかってしまいましたが、よし、元気バズーカ持ってきました。さあ、このカルマンバズーカ、木工のマシンだけであって、巨大なゴム鉄砲であります。この輪ゴムにですね、神社で奉納して
した。いろんなこの神社のお水とかいろいろかけまして、悪いものには適面に効くという桃鉄砲祭りでございます。さあ、ガンガラが起き上がった時に、カルマ祭りが焦っとっけ？ピンクいいかな？よーし、カルマ祭りが発射、3秒前。2、1、発射。一応ゴムが出るということでございます。ありがとうございます。おー、ありがとう。じゃあ、はい、じゃあバズーカ片付ける。これとね、じゃあこれ、今やられたから、動き止まっちゃってるから今のうち片付けちゃう。はい、後ろのお面取ると、もう入力出れないから大丈夫です。はい、じゃあ、カルマ前行きましょう。前行ってもらっていいですか。はい、じゃあ改めてね、さっき紹介し忘れた、4号と5号の紹介しようかな。はい、サツキに代わってお仕置きよ、カルマン4号。はい、拍手ありがとうございます。それでですね、次、緑の天使、これはね、去年ね、見つかった仮面でできました。はい、木工の天使です、心を安らぐ木のパワーカルマン5号。はい、ありがとうございます。さあ行きましょう。じゃあそのパフォーマンスしましょう。はい、行きますよ。絢爛強度カルマン伸びて僕を見ました。はい、そうございます。OK です。はい、向こう見て、はい、向こう目線です。はい、OK です。はい、ありがとうございます。拍手。はい、今日初編集するとお腹に入れますんで、チームで大きかったらね、おじさんたちずっとこの活動を続けますんで。はい、昨日は高校出たばっかの子が4号入ったかな。はい、もし参加して、一緒にやりたいという方も募集しております。はい、皆さんよろしくお願いします。それではありがとうございます。じゃあカズマンこの後ちょっと残ってね、みんなと写真撮ったり握手したりちょっとやりましょう。